I shall lead my clan through these chaotic times.時は五冠末期、朝廷内の権力争いにより
世は大いに乱れていた。さらに天変地異や凶作が相次ぎ、民は苦しみの底にあった。そんな中、張角という男が現れる。彼は奇襲で太平道を起こし、人々を救済。瞬く間に民の心を掴んでいった。そして中平元年、張角率いる太平道は漢王朝に反乱を起こす。頭に黄色い布を巻いた黄巾党が各地で一斉に立ち上がった。後の世に言う黄巾の乱である。朝廷は直ちに乱を鎮圧しようとするが、虚しく敗北を重ねた。400年続いた漢王朝の命運は今まさに尽きようとしていた。敵するは黄巾の族と30万、多くは民とはいえ、数の上では圧倒的に不利か。改めて言われると途方もないな。まさに行かれる民が大地を揺るがすようだ。孫権、あざ名は文代、孫氏の末裔とされる孫家の長である。その勇猛さから高等の虎と称されていた。官室への忠義に厚い孫権は黄巾の乱を鎮圧すべく兵を挙げる。いや殿、笑ってられる状況じゃないかと。何の戦は数ではない、我らの敵ではあるまいて。ならばお主、一人で千万の民を相手にするか。言うは安いが、過ぎれば妄言よ。テーフ、そう構えることはない。数で不利なればこそ我ら孫家が立つのだ。貨幣の官軍を助け、黄巾の賊を退ける。それがひいては官室を守ることにつながるのだ。我ら孫家は官室の刃、今こそその務めを果たす時と心得よ。それに俺はこの戦負ける気がしないのだ。それは何故に。我が孫家には勇猛なる将らがいる。帝府、郊外、関東、お前たちの働き期待しているぞ。やれやれ、殿は俺たちを乗せるのがうまいからな。まったくよ、そう言われてはたぎらずにはおれんからの。お主らはそうやって引き締める役回りはまた我が輩か。いや、帝府殿、そう気負わなくても大丈夫そうだぞ。何でも董卓が呉荘に陣を敷いたとか聞いたところだと5万の官軍らしい。董卓、領州で名を馳せている男か。よし、まずはそこに合流しよう。董卓なる輩、人の皮をかぶった獣との評判もある。孫権殿、くれぐれも油断なさらぬよう。わかった、心しておこう。行くぞ、今回時をあげよ。おさ、奮い立て、高等尊家の将兵よ。我ら高き総がとなり、敵を打ち砕かん。黄巾の乱は民の皆天下の不満そのもの。それを封じたとして、そこに道理はあるか。いや、よそう。俺が揺らげば皆に迷いが生まれる。今は黄巾の領袖張角を討つことに専念しよう。
ご覧あれ、前に見えるは黄金の一味よ。温泉前の良い肌なら。残らず打ち払うのだ。俺ら黄金刀に歯向かえば天罰が下る。そんな風にな。おわら、黄金刀の邪魔しようってのかい。だったら怪力俊足周宗様と勝負だぜ。ようやく着いたか。あれが董卓か。ん？なんじゃ貴様らは。孫文代以下将兵一千、ただいま参陣した。ふん、高等の虎などと抜かすやつか。その辺で油を売っておればよいものを。いや、俺たちも早く戦列に加わろうかと。その必要はない。当分は様子見をしておるがよいわ。なんと、それはいかなることか。バカか貴様ら。黄金の者どもは大軍じゃ。こんな兵数で戦っても勝てるわけがなかろう。わしらは官軍、ボートなどそれを上回る大軍ですりつぶせばよい。朝廷がそれに気づくまでここで時を潰すまでよ。気づかぬ時は。
その時はその時よ。どうしても戦いたいなら好きにせよ。その辺におる雑魚でも買っておれ。ただしわしに迷惑だけはかけるなよ。承知した。これより我らは付近の黄金島を掃討しよう。いや、なんとも厄介な感じですな。トウタク、一体何を考えているのか。しかし奴の言うことも道理よ。いかに相手がボートとて兵数の差は馬鹿にできぬ。いや、トウタクは違うものを見ているな。己の兵を損ねず各地の乱を捨ておく。その結果状況はどうなるか。今の天下、官室が倒れ、トウタクだけが無傷で残る。そうならんとも限らん。いや、まさかそんな。それが人の皮をかぶった獣トウタクの狙いと。なんと悪辣な男よ。殿、かような輩捨ておけませんぞ。いや、まだそうと決まったわけではない。それにあの態度にも使い道はある。ここは俺たちがあの男を利用させてもらおう。敵の末端と戦いつつ、トウタクの前へとおびき出す。温存するつもりの軍が危機にさらされるのだ。奴も戦わざるを得なくなるだろう。そうして奴の陣を主戦場にしてしまう。その間に俺たちは黄金の視界聴覚を撃つのだ。なるほど、生産はあるか。しかしトウタクよりも孫権殿の方が悪党に見える。なに、そのぐらいでちょうどよかろう。面白くなってきよったわい。よし、敵将討ち取ったぞ。孫家の長にふさわしき武勇、お見事ですぞ。そこの方、へい、いらっしゃい。毎度どうも。
切れ味最高。何者だ？来るがいい、黄金の兵どもよ。この孫文代が奸賊張角を討ってくれよう。黄金の軍を釣り出す。まずは眼前の敵を派手に蹴散らすぞ。敵の狙いはこの地と見た。殿ども守備を固めよう。強さだ。もっと味方を呼んでこい。よし、このまま敵兵を董卓にぶつける。その隙に我らは張角を撃つぞ。ほう、わしと同じことを考えているな。ん？何者だ？董卓が動かぬなら敵を動かし董卓にぶつけるか。確かにそれで戦局は動くであろうな。ここはお主らに協力しよう。黄金兵を誘い出すのはわしに任せよ。ありがたい話だけど、 あんた何者だい？わしは孫孟徳。お主らと同じような理由でここにおる。おお、お主が名前は聞いたことがあるわい。ふん、そちらも名乗るのが筋だろう。これは失礼した。俺は孫文代という。へえ、こっちもお前さんの名前は聞いてるぜ。江東の虎ってな。殿、こりゃ面白い相手に会えましたな。うん、愚問と名高い孫家の戦、
とくと見せてもらおう。期待に沿う奮戦をしよう。お主らは一度董卓のもとに報告に戻るといい。おそらくはすぐに軍を動かすことになろう。後金兵を打ち破る準備を整えてから行くことだ。承知した。曹操殿、助言に感謝する。なんじゃ、戻ってきよったのか。後金の兵どもの様子はどうであった。それが董卓様、大変です。後金兵がこちらへ向け動き出しました。後金の連中が攻めてきよったじゃと。やむをえん、者ども前進じゃ。戦局が動き出したか。曹操殿、守備よくやってくれたようだな。皆この機を逃すな。全軍聴覚を打つべく敵本陣を目指せ。孫権殿、よし。
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ありがとうございます。黄金刀の領袖、張角を討つ。我らの力を見せつけてやれ。見よ、これぞ天より授かりし奇跡。ありがとうございます。急に兵士が現れたぞ。どうなってるんだ。持参できる成果だ。血を譲ってやら。血を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。あの要衝を抑えた方が勝ちそうじゃの。急行せい。
毛の長にふさわしき武勇、お見事ですぞ。この地は我らが制圧したぞ。は我らが制圧したぞ。Go!
地は我らが制圧したぞ。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。ところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。
崩れになるなんて。これ以上は無理だ。撤退するぞ。ありがてえ。俺たち見捨てられてなかったんだな。冒頭の虎、ここにあり。
この地は我らが制圧したぞ。地は我らが制圧したぞ。武器を捨て降伏するのだ。貴様らは民を惑わせ世を乱しただけよ。降伏など誰がするものか。天の奇跡を信じ戦い抜くまで。これが天、そして人工将軍の力。さあ、本物がどれか見極めてみよう。私は偽物だ。残念だったな。様ごときに、この者が見抜けるはずがないわ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。どうこそならん。よし、敵将討ち取ったぞ。
見破られてしまうとは。兄上、どうか我らの志を。この戦線を突破できたか。よし、この勢いのまま進軍するぞ。王刀の虎、ここにあり。敵は我らが制圧したぞ。この地は我らが制圧したぞ。
黄金島の地下か。見誤ったな。ジャッカル、官運など口ほどにもない。このまま押し潰してやる。敵の痛いところをついておくだけ。狙うはあの地だ。行くぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。このこと、本当にいいところに助けが来たものだ。王刀の虎、ここにあり。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんな。